大好きで大嫌いなアメリカ、いつも戦争ばかりトラブルメーカー、なぜかいつもアジア、南米、アフリカ、自由と民主主義、それ冗談か、実は彼女暴力にまみれたエンパイア、世界中の富にあさるバンパイア、まるでグローバリズムの負けの皮、目をつけられたからどんな髪かもまま、目を覚まさず現実と向き合えるか、どんな未来が君に開けるか、頑張って胸張って意地張って怒りを込めて叫ぶぜ俺は、誇り高く生きるために、誇り高く生きるために、見つめ直そうぜ日米関係、仲良さめだけど日本はこれ、捉え直そうぜ日米関係、向こうは帝国こっちは祖国、洗い直そうぜ日米関係、はい、渡り島に訪問してやるか、こっちだぜ考え直そうぜ日米関係。アミセイ誰それ、ない誰それ、知らない、なんて中心それだよ、気をつけよみんな、後ろの方見つけなはれや、左側にあって、戦闘反対、音楽反対、戦闘反対、おっぱいに乾杯、戦闘と平和との分かれ道に私たちは立っています。歴史の鍵は私たちの手の中に握られています。過ちは繰り返しませんと、すべての戦争犠牲者に誓った約束を果たさなければなりません。平和への歴史のページを開こうではありませんか。彼は今アメリカと一緒に戦争をしようとしている日本の兵隊、日本の自衛隊をアメリカの代わりに戦地に差し出そうとしている、このような非道を私たちは許すことができなかったわけです。残念です。かつて私たちは安保反対、岸を倒せって叫んでこの国会の周りを走り回りました。今私たちは同じように安保反対、安倍を倒せで頑張ってます。もっと頑張らないといけない。この55年間私たちは苦心してきたと思います。安倍は本当に珍しい、この55年経って現れた嘘つき内閣です。彼のような嘘つき内大臣はいない。原発が事故が起こって放射能の水が流れても、それは完全にコントロールしてるという目的のためには嘘をつく、こういう政治家は許してはいけない。あるいは積極的平和主義という、これはノルウェーのガルトイングの言葉を表説したものです。ガルトイングは何を中心にしているか、対話です。お互いの対話によって平和を作っていく。安倍は対話ができるか、安倍みたいに対話ができないやつはいない。そういうやつが積極的平和主義という世界的な平和主義を汚している、表説している、こういうことが成り立っている。この国会は嘘つき大会となっている。こういう内閣をなぜ私たちはお見舞いと許していなくちゃいけないのか、とても残念です。雨が少し降ってきましたけど、まだまだ頑張らなきゃいけない。皆さん、私たちはとにかく今までの努力が足りなかった、さらにもっと結集して、とにかく私たちの非暴力闘争によって安保法案を潰す、そういうふうな決意を今日も新たにしたいというふうに思っています。安倍内閣は希望の同盟と言ってる。彼はアメリカに行って、なんと安保、アメリカとの軍事同盟を希望の同盟って言ってる。何が希望なのか、絶望じゃないか。戦争の同盟がなぜ希望なのか、こういうふうに全部言いくるめて嘘をつく、嘘をつく内閣を私たちは残念ながら許している。本当に残念であります。今私たちは辺野古の基地建設、米軍の基地です。これはガム島に移設する、米軍が移設する資金も全部日本が負担する。辺野古に作る基地の金も全部日本が負担する。そしてあの美しい珊瑚礁に囲まれた海を土砂で潰そうとしている。
そして原発はもうすでに仙台原発は再稼働させている。そして TPP で米を輸入しようとしている。それから首切り自由にしようとしている。それから残業代も払わないようにしている。こういう人間に対する差別と抑圧がなぜ積極的に平和主義なのか。積極的平和主義は対話と平和主義と差別をなくしない、格差をなくしない、格差をなくす、そういうふうな主張です。平和の主張です。人間の思想です。安倍は平和的、積極的平和主義などと言ってはいけない。積極的戦争主義となってはいけない。安倍首相はこの安保法制、国民の生命の安全のためと言っていますが、こんなものは本当に嘘っぱち。まさに生来の詐欺師が誠実を語るようなものであります。安倍政権は国民の生命安全なんてこれっぽっちも考えていない。それが何より証拠には、先週福島原発事故の被災者に対する支援の縮小を閣議決定しました。線量が下がったからもう帰れ、これ以上逃げるのはお前らの勝手だからサポートはしない。これは本当に人手なしの所業です。昔時代劇で萬屋錦之介が悪者を退治するときに、てめえら人間じゃねえ、叩き切ってやると叫びました。私も同じ気持ち。もちろん暴力を使うわけにはいきませんが、安倍に言いたい、お前は人間じゃない、叩き切ってやる。民主主義の仕組みを使って叩き切りましょう、叩きのめしましょう。我々のこの行動、確実に与党の政治家を圧迫し縛っています。与党がやりたいことを次から次へと先送りして、この戦争法案に最後の望みをかけていますが、我々の力でこの安倍政権の企みを粉砕し、安倍政権の退陣、これを勝ち取るために今日の2倍3倍の力でもって一層戦いを続けていこうではありませんか。皆さんのこれからの努力、我々の協力をお誓い申し上げて私の挨拶といたします。ありがとうございました。私は裸足の弦という漫画を講談にして29年語っております。なんということでしょうか。この講談を最初に発表した1986年から今の方がずっとずっと戦争が迫ってきてしまいました。これはですね、確実に準備をしていたんです。あの人たちは今日のために。それも私たちは今これから取り戻さなければいけないんです。私は福島県の出身です。仙台原発が再稼働されましたが、よくもあんなことができると思いますよ。福島はズタズタです。来年には帰還させようとしておりますけれどもね、うちの中はネズミの死骸とイノシシの糞だらけですよ。そんなところにどうやって暮らせと言うんですか。そう言うんだったら安倍さん、あんたが福島にまず最初に戻りなさい。戦争法案をどうしても通したって言うんなら、あんたが一度最初に戦争に行きなさい。自分だけ楽なところにいて世界に向かって嘘800ついている、こんなの許せません。皆さん、私たち講談師は見てきたような嘘をつきと言われて、昔から庶民に夢を与える嘘をたくさん入れて楽しくお話を聞いていただいた、夢を与える嘘を語ってきた芸人です。ところが安倍さんはですね、とんでもない嘘つき。あの人は人を殺す嘘をついてるんです。冗談じゃないですよね。あの戦争で多くの方が亡くなって、その結晶としてできたのが憲法じゃないですか。憲法9条じゃないですか。もしこの憲法9条を骨抜きにしようとするなら、自分たちが侵略した一つ一つの国を歩いて許可を得なさいと言いたい。自分たち勝手に国民がこれだけ怒り狂っている、その中でもあの国会で何ですか、みんなで寝ぼけまなこでこんな大切な法案をとにかく時間だけ費やしてやり過ごそう、数で押し切ろうとしているんですよ。でも皆さん、私一つだけ安倍さんに褒めてあげたいんですよ。あの人が首相でただ一つだけいいことがあった。それはいいですか、
会期が延長したおかげで、もちろんこのオールズの皆さんもそうですが、ミドルズの皆さんもそうですが、大学生のシューズの皆さん、これだけ全国的に立ち上がった、高校生でも立ち上がって、中学生も小学生もデモをやろうというふうになった、これすごいじゃないですか。みんな本気で自分の国の将来を、自分たちの命は自分たちで守らなきゃいけないと気がついたんですよ。だから安倍さん、あんたは一つだけいいことをしたんだから、もう安心して退きなさいと、安保法は何としても廃案にして、そしてさっさと退け、安倍さんのような嘘つきは公職者にとっても迷惑なんです、さっきから言ってますが、ガルツンクさんの引用も積極的平和主義だって勝手に引用してるんですよ。嘘つきの上に泥棒じゃないですか。いいですか、四十七士は責任取って切腹して果てたんですよ。安倍さんたちも切腹しろと私は言いたい。まあ、本当にお腹を切ったら痛いでしょうから、だから命だけは許してやるから、とにかく即刻に退け、安倍さん退陣、廃案して退陣に追い込みましょう。これちょっと見えないと思いますが、これ一枚のハガキっていう、私はこの新藤兼人監督の、まあ弟子なんですね、村弟子なんですけど、の一人なんですが、この先生100歳まで行きました。98歳の時にこの名作を残して亡くなられましたけども、先生は私も50年間ほどお付き合いがございますけども、最後まで戦争はダメだ、戦争はダメだって、もうそのことばっかりを、もう本当遺言のようにして亡くなられました、その思いをつながなきゃいけないという気持ちで今日参加させていただきました。どうもありがとうございます。本当に困った人です。何よりも歴史を知らない、歴史を知らない、学校で習ってないし、自分でも勉強してない、歴史を知らない人の人だから、この間の戦後70年だがですか、あの作文にですね、こう言ってますね、過去の責任を将来の世代には負わせないと、そう言ってるんですよね。だけどね、現在の視点から覚悟をきちんと眺めて、で未来の道を探る、それが歴史の役割なんですよ、ね、だからやっぱりで、日本国はですよ、日本国は中国、アジアで犯した2000万人の殺人です。それは2000万人の殺人をですね、そういう罪を50年も100年もその犠牲者の犠牲に釣られる人が、はい、あと1分ね、もういいと、もう許すと言ってくれるまで我々は50年も100年もやっぱり謝れ、それだけ人に罪を中国とアジアで日本人、それ安倍ちゃん認めしないわけですよ、それをね、って子供に教えるな、責任忘れないってことは教えな、今の教科書で出てきてれば、戦後70年の日本の歴史の中で最も重要な歴史的瞬間に、この国会周辺前で安倍政権に対して強い抗議をなさっている皆さん方に心から敬意を表するとともに、私たち国会議員団が過剰警備を監視して、今日約20人で1時半ぐらいから国会周辺を監視をしております。この間こういうことがありました。多くの人たちが安倍政権に反対をするために、例えば7月24日、シールズの皆さんがこの場で夜の7時半から9時半まで行動を行っていた。それに呼応して多くの世代の人たちがここに集まろうといたしました。特に桜田門の駅を降りて、この国会正門前に向かってきたときに、あそこの桜田門の交差点からこっちに向かう、その四つ角のところで多くの警察官の人たちが参加者を止めてしまいました。どん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 参加者は増えてくる。だけど警察の人たちはここから先行けませんよ、中には国会正門前はもういっぱいです、
嘘を言うようなこともありました。そして行かせろ止めろということで、残念なことながら69歳の男性が逮捕されてしまいました。私はその場で弁護士とともに強い抗議の声を上げました。もうそんなことを続けてはいけない。警察庁を通じて警視庁に過剰警備の中止を求め入れました。そして弁護士さんたちもそういう行動を取られました。今朝の東京新聞の社説ご覧になった方もいらっしゃると思います。デモの民主主義という大きな社説が掲げられております。皆さん、私たちはここで集会の民主主義を実現しているじゃありませんか。それは安倍政権の民主主義破壊に対して強い抗議の声を上げている当然の歴史に対する私たちの責任に他なりません。考えてみますと、安倍首相が、選出されたのは2012年の12月でしたよね。それからまだたった3年も経っていないわけです。その間にどれほどの悪政が通ってきたことでしょうか。特定秘密保護法を初っ端にして、辺野古の問題、あるいは、原発の再稼働が現実に起こった、あるいは労働法の問題、道徳教育の問題、もう実にさまざまな問題が安倍首相によって、蒸し出され、そして私たち国民の中に、投げ込まれてきたわけですね。そして今やこの戦争法案であります。で、戦争法案によって、立憲主義を踏みにいる、要するに憲法というものが国権を縛るものであるという、そもそもの全くの常識を彼らは知っていない。同時に、他国に自衛隊軍隊を送るということですね。そしてアメリカの手助けをする、このような3点セットの安全保障戦争法案に関して、なんと抜け抜けと平和安全保障法案という名前をつけるわけですよね。これほど国民をなめた法律はないと私たちは言わざるを得ません。で、これに対して、私たちはようやく堪忍袋の尾が切れたという状況と言えるかもしれませんよね。これは全く私たち自身も今日を起点にして、これから長い戦いになるということをやはり肝に銘じる必要があると思います。私たち科学の世界で言いますと、科学の軍事利用ということが具体的に始まろうとしております。そしてまさに海外に出かけていく兵士たちに武器を与える研究を科学者にさせるという状況が生まれつつあるわけですね。このような状況は、無論今に始まったわけではなくて、逆に今始まろうとしているからこそ、具体的に一歩を進めようとしているからこそ、今の段階で目をつぶしておくということが非常に大事であると考えております。その意味で、安倍政権の悪政を直ちにやめさせるためには、この安保法制を、廃案にして、そして直ちに対談に追い込む、対人に追い込むと、そういうことを実現するということが結局日本を救う道であるというふうに考えておりまして、これは皆さんも全く同意見であると思います。こんにちは。やめん中ですげえいろいろ大変だと思うんですけど、まだ頑張るんでよろしくお願いします。最近よくこの安保法制のことが決まったら、あなたたちどうするんですかって言われるんですけど、これが通るまでも、これのことが決着ついた後も、次の選挙もずっとずっと問われてるのは主権者である私たちです。ずっとずっと俺たちが考えていかなきゃいけないし、それが民主主義ってもんだと思います。だから何回でも言いましょう、こんなところで終わりではないです。今日60年ぶりぐらいなんか分かんないですけど、国会周辺でこの国会前の道路を埋め尽くして人々が声を出しています。人々の怒りでもあるし、叫びでもあるし、主権者は俺たちであって、最高責任者は私だとか言ってのさばってるお前じゃないっていう叫びです。
安倍首相はどうでもいいとか言ってヤジを飛ばして、この安保法制のことを結構軽く見てると思うんですよね。法的安定性は関係ないとか、憲法だって無視していいと思ってる。ただ憲法っていうのは俺たち一人一人の権利なんで、それを無視するっていうのは国民を無視するってことなんですよ。この国に生きる一人一人の民を無視するってことなんですよ。後方支援だって実際には武力行使と一体になっているし、武器統合防護だって実際には武力の行使ですよ。武力の行使ってどういうことですか？武器を使用するってどういうことですか？戦争に参加するってことなんですよ。だから俺たちは声を上げないといけないし、今も今日は友達たちが今までツイッターとか LINE とか Facebook でしか見たことなかった友達たちが全国から今日集まってます。20カ所以上から600人の友達が来てます。600人の学生がそこら辺で今コールやってるんで、見つけたら声かけてやってください。率直に言います。どうでもいいとおっしゃるならば総理をやめてください。憲法を無視するならば総理をやめてください。なぜか国民が法律を犯したら逮捕されますよ。当たり前ですよね。権力者が憲法を無視したらそれはクーデターですよ。だから言うんですよ、やめていただくしかないと。これはかなり当たり前のことですよ。憲法は守った方がいいって変なことですかね？おかしな主張ですかね？偏ってますかね？極端ですかね？利己的ですかね？そんなことないでしょ。どうでもいいなら総理はやめろ。コールします。どうでもいいなら総理をやめろ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 。憲法を守れ。憲法を守れ。勝手に決めるな。勝手に決めるな。憲法を守れ。戦争反対。憲法を守れ。戦争反対。民主主義ってなんだ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 。戦争反対。戦争反対。戦争反対。アベはやめろ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 。安倍はやめろ。ありがとうございます。今日はもう一人ビッグ な友人と言っていいか先輩と言っていいか分かんないですけど、友人でもないですけどね、ただ駆けつけてくれるということで超待ってました、坂本龍一さんです。こんにちは。彼のような、元気のある発言はなかなかできませんけども、初対面ですよね。どうもこんにちは、よろしくお願いします。そうですね、このシールズの諸君、それから今回のこの安保法案の、ことが盛り上がってくる前はですね、僕もかなり現状に対して絶望してたんですが、このシールズの若者たち、そして、主に女性ですかね、女性たちが立ってくれて発言してくれてるのを見てですね、日本にもまだ希望があるかなと思っているところです。本当に良かったです。ここまで、崖っぷち、政治状況がね崖っぷちになって初めて、でも私たち日本人の中に憲法の精神、救助の精神がここまで、ね、根付いているということをはっきり皆さんが示してくれて、とても勇気づけられております。ありがとうございます。はい、それで、今の日本国憲法は
確かにアメリカに当たられたという声もありますけども、今この状況で今民主主義が壊されそうとしている、憲法が壊されそうとしている、ここに来て民主主義を取り戻す、憲法の精神を取り戻すということはまさにその今の憲法を自分たちの血肉化することだと思うんです。とても大事な時期だと思います。憲法っていうのは世界の歴史を見るともう何世紀も前から、人々が自分たちの命を懸けて戦い取ってきたものです。もしかしたら日本の歴史の中では明治憲法しかり、日本国憲法しかり、自分たちの命を懸けて日本人が戦い取ってきたものではなかったかもしれないけど、今まさにそれをやろうとしているんで、僕たちにとってはそのイギリス人にとってのマグナカルタやフランス人にとってのフランス革命に近いことが今ここで起こってるんじゃないかと僕は強く思っております。ぜひありがとうございます。ぜひこれを一過性のものにしないで、あるいは仮に安保法案が通ってもそこで終わりにしないで、ぜひ守り通していって行動を続けていってほしいと思いますし、僕も皆さんと一緒に行動してまいります。どうもありがとうございました。先週テレビで国会中継を見ていたら、イラク戦争での米軍の戦争犯罪について安倍首相が質問を受けていました。米軍が民間人の家に立ち入り、3歳の子供や生後5ヶ月の赤ちゃんを含む無抵抗の11人を銃殺したこと、子供たちが通う学校を米軍が占領し、それだけはやめてほしいと非暴力のデモを行った市民に対して米軍が直接銃を向け次々に射殺したこと、ファルージャ総攻撃では息をしている者はみんな殺せという指令のもと、女性も子供も家畜も助けに来た救急隊員も白旗を握りしめていた少年でさえ皆殺しにされたこと、これらの米軍の行為は戦争犯罪ですよねと山本太郎議員に問われた安倍総理はこれに答えることができませんでした。事実確認ができないので戦争犯罪だと断定することはできないという理由でした。だったら私が代わりに答えます。イラクでの米軍の無差別殺人は戦争犯罪です。私はこの法案が通ることによってこういった殺人に日本が積極的に関与していくことになるのではないかと本当にいても立ってもいられない思いです。すべての命には絶対的な価値があり、私はそれを奪う権利も奪うことを許す権限も持っていません。なぜならいくら科学技術が進歩しても私たちは死んだ人を生き返らせることはできないし、奪った命を元に戻すことはできないからです。今この法案を許すこと、それは私にとって自分が責任の取れないことを許すということです。それだけは絶対にできません。私はこの国の主権者であり、この国の進む道に責任を負っている人間の一人だからです。70年前、原爆で、空襲で、ガマの中で、あるいは遠い国で餓死し失われていったかけがえのない命を取り戻すことができないように、私はこの法案を認めることによってこれから失われるであろう命に対して責任を負えません。私の払った税金が弾薬の提供のために使われ、遠い国の子どもたちが傷つくのだけは絶対に止めたい。人の命
ちを救いたいと自衛隊に入った友人が国防にすらならないことのために犬死にするような法案を絶対に止めたい。国家の名のもとに人の命が消費されるような未来を絶対に止めたい。敵に銃口を向け、やられたらやるぞという威嚇をするのではなく、そもそも敵を作らない努力を諦めない国でいたい。平和憲法に根ざした新しい安全の安全保障の在り方を示し続ける国でありたい。私はこの国に生きる人たちの良識ある判断を信じています。国民の力をもってすれば戦争法案は絶対に止めることができると信じます。いつの日かここから、今日この一見絶望的な状況から始まったこの国の民主主義が、人間の尊厳のために立ち上がる全ての人々を勇気づけ、世界的な戦争放棄に向けてのうねりになることを信じ、2015年8月30日、私は戦争法案に反対します。ありがとうございました。戦争はですね、女性を破壊します。最も残酷な形で女性を反対します。戦争が終わった当日ですね、日本の女性、いわゆる、総選挙、いわゆる全ての日本人、女性を含めて、兵士になれという命令が出ました。そういう中で、女性はですね、竹槍を与えられて、あの時ルーズベルトやチャーチルの藁人形に竹槍で一つ訓練、刺し貫く訓練をさせられた。こんなバカバカしい戦争はない。そのバカバカしい戦争をですね、安倍は再びできるような可能な国家にしようとしています。私も物を書く人間として絶対に許せない。皆さんは今日降ったこの雨をですね、共有して、絶対にこの日を忘れない、そして絶対に安倍を許さない、そして絶対に戦争可能な国家にしてはいけない。これは私たちの責任でもあり、使命でもあり、義務でもあります。どうか皆さん、今日の雨を忘れないように。不幸の雨です。どうもありがとうございます。ただいま森村さんがおっしゃったように、戦争というものがになったならばどうなるのか。私はですね、外地は行かなかった。しかし中学2年の時に、終戦になるまで中学へ入ってからはずっと軍事教練の明け暮れであった。そうして軍事教練の明け暮れの中で、私たちは戦争のために命を失うのは当たり前なんだと、天皇陛下の席士なんだからその命を差し上げるのは当たり前なんだという教えの中で、批判することさえも許されなかった。竹槍です、お前ら10人で一束になって一人のアメリカをやっつけるんやと、もしもお前らが死んだら名誉ある安国に祀られるんやと、おせやからお前らが頑張れって竹槍訓練をさせられた。私は思わずその時に竹槍を持ったままつぶやいた。こんなんで勝てるんやろかって言うたらですね、それが教官の耳に入って、そして教官室へ連れ込まれて、後で、仲間に言われた、お前よう生きて出てこられたなと、そういうような時代やったんです。戦争するためにはこれが当たり前なんやというように人間改造が進んでいく、そういうのが外地へ行って死ななくっても日本にいる青年たちに課せられた、私が15歳の時の話です。安倍さんは徴兵制度はないと言ってます。しかしながら確かに兵役に課せることがないと言っていた15歳の時に、昭和20年の初めに、15歳になれば兵役に課することができるという法律が勝手にできてしまうた。私らはかろうじて8月に終戦になったから外地へ引っ張られることはなかった、肉弾になることがなかったけれども、そういうふうに法律は勝手にできていく。日弁連は弁護士の強制加入団体です。
すべての弁護士が加入している団体です。その弁護士会は閣議決定による安保法制の容認、集団的自衛権の容認、今回の安保法制、これは違憲であって憲法に違反している、憲法に違反した法律を作ることは立憲主義に違反している、だからこの安保法案は廃案にする、そういう決意で今全国の単位会で運動を広げています。戦争は最大の人権侵害です。戦争は人が人を殺すことです。人と人が殺し合うことを国が主権者たる国民に強制することです。こんな人権侵害が許されていいわけありません。しかもその人権侵害が憲法改正の手続きを取らず、国民の声を聞かず、解釈会見で国会での多数ということだけで決められようとしています。こんなことが許されるはずありません。基本的人権はその時々の政権や多数派によっても奪われない。その意味では戦争をしない、この日本の国是がこんなに簡単に破られていい、こんなことは法の支配に基づく法律正義を求める弁護士には許されないことです。もう一つ大事なことがあります。この法案は違憲なだけではなく全く歯止めがないんです。一番それを示しているのは弾薬の中に核兵器も含まれていて、法案上は核兵器を戦場まで使うために運ぶことができる、こんなことが法律上許されているんです。これはこの点だけではなくて集団的自衛権の行使にもそうですし、後方支援をする武力行使の問題もそうですし、武器使用も全てが時の政府が必要を感じれば何でもできるような広範囲な法律です。こんな法律は憲法にも違反するし、立法事実もないし、政権にフリーハンドを与えてしまうものです。マーの会は7月4日に立ち上がりました。この7月4日から8月17日までの間に約1万9500人のママたちからメッセージが寄せられて、こんな厚さの冊子が出来上がりました。測ってみたら 2.5 センチありました。すごい小さいです、見にくいです。でもここにぎっしりママたちの思いが詰まっています。私たちがこのメッセージ集を一番手渡したいのは安倍首相です。安倍首相は国民の皆さんに丁寧に説明するとおっしゃいました。それならばこのメッセージ集を何としても安倍首相に届けようと、事前に集会の後お部屋に伺いますとご案内を差し上げました。ところが議員会館へ行くとアポなしでは面会できませんと断られて、それはおかしいでしょう、私たちきちんとこの日のこの時間に伺いますとご連絡差し上げましたと伝えると、今度は自民党本部に電話してくださいと言われました。自民党本部に電話するとそれは控え室に掛け合ってくださいとおっしゃるんです。結局たらい回しです。それもうなんか私たちも途方に暮れてしまって、これは安倍首相は国会にも自民党にも国民の声を受け付ける窓口を持っていないのか、担当者がいないのか、担当者は1週間いないと言いました。この情勢で1週間いないってどういうことですか。大阪から来たママが言っていました。私は政治に詳しくありません。新聞を読もうと思っても気がつくと新聞紙は子供がドレスや刀にしたしちゃってる。私たち母親は毎日そんな生活です。毎日だけど命と向き合っています。だから戦争はダメということを一番正しく知っているのです。私たちは訴えたいです。みんな誰かの子供なんです。議員さんたちは国会議員である前にまずお母さんの思いを想像してこの法案への態度を考えてください。今までサイレントマジョリティと言われていたママたちはもう黙ってはいません。民主主義ってこれだとママたちも気づいたのです。今沖縄で大きな問題になっているのは何か、辺野古に普天間基地の新しい基地を作らさせない、移設させない、これは
私たちは18年間粘り強く戦ってきました。今は沖縄県の尾長知事、最初は賛成でした。今は反対になって、そして私たちの名護市長も反対の市長を私たちの手で作り上げることができたんです。皆さん、諦めることではダメなんだ。戦い抜くことが現状を変えていくことになります。菅官房長官は沖縄に来たら法治主義と平然と言っていますが、法治主義というのは立憲主義に基づく法を治めることでしょう。憲法を改悪も しようともしない、しちゃいけないけど、憲法違反のこの戦争法案をやることで何が法治主義ですか。沖縄の声は知事も市長も私たちも反対、まさに民意は反対なんだ。民意を声を聞こうとしないこの安倍政権、今まさに戦争法案反対の国民の声を聞こうとしないこの安倍政権は、まさに安倍サタン政権です。安倍マリアじゃない、安倍サタンなんだ。皆さん、今日一日大変ご苦労様です。私たちの今日の 8.30 行動は、今大きな安倍政権に対するデモンストレーションの大成功として最終盤を迎えております。皆さん、本当にご苦労様です。この怒り、この力、必ず安倍政権に届くと確信しています。そして国会内の野党の皆さんが結束して、9月上旬の安倍政権の強行採決を絶対許さない戦いを展開してくれる、そのエネルギーになっていると私は確信しています。今日の集会に参加した人数は私たちの集計で12万人と発表させていただきます。皆さん、天気が良かったら15万も20万もなったかもしれないぞ。12万人来てんだ今日は。安倍政権に絶対この声は届かずです。9月上旬の強行採決を阻止する戦いが私たちには待っています。今日の戦いを最後までやり抜いて、そして当面の行動を提起したいと思います。9月3日木曜行動、定例の木曜行動があります。通常の集会にも増した大きな行動を9月3日国会前でやりたいと思います。議員会館前です。そして9月8日新宿区の西口に、生きるために、誇り高く生きるために、見つめ直そうぜ日米関係、仲良さ目指せぞ日本はどれ、唱え直そうぜ日米関係、向こうは帝国、こっちは属国、洗い直そうぜ日米関係。